メイドミントファントームの謎をプレイするにゃ。やったるでい。難易度が選べる。ノーマルでいきましょう。ヌルゲーマーのツネコは、あ、時間が、ちょっと画面がちっちゃく感じる。もしかしてメニューで選べたかな。50円拾った。あ、やめてやめて。あーあああ、ちょっと待ってくれ。本物より やらしいんじゃないかこれ。ジャンプ中は移動できない。やったか、コッパみじんだ。張り返ってきたんだよ今。ちょ待ってくれ。反対行く。もうこれ反対、ここに多分ワープがあるよ。ワープください。ワープ自爆怖すぎる。跳ね返ってきたの自爆するの怖いよ。絶対なんかワープあるよ。どうしよう。当たってくれ、当たってくれ。よし、うまい。あ、あっぶろ。入っていいのか。ふどうして最初は墓地から始まるの。怖いよ墓地。ああ怖い。早すぎじゃないかこいつ。どんどんく、あ、あれ、何、ワープしたよ。うわぁ、上から下に行ったら行くか。上から落ちたら下のステージに行くってだけなのか、これ。なる。落ちろした。ボムは直接的に当てれば、足元で跳ねるから。楽だね。あ、危ない。ここから落ちたら、サムやったらどうする。開いてないのかこれ。ちょっと待って。あーん、無理かこれ。無理なのか。あ、やった、開いたよ。イエーイ。入り口のとこに戻ることもできそうだなこれ。こりゃ当たり判定しない。リビア、物理感性が効いてる。物理感性が、下行った方がいいのかなこれ。あ、やべ、自分にぶつかった。自分にぶつけて止めることができるのかこれ。時間がない、時間がない。もう下行くしかない。あ、ちょ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 、落ちてしまったー。あー、あ、あ、あ、横なんかあったよ、横。うわ、どこここ。ひぃ。ひぃ。あ、ちょ、待ってくれよー。倒していかないといけないな。怖いよ、当たんないよ。やったか、よし、倒したよ。吹っ飛んだよ。すげえ吹っ飛ぶな。怖い、ここ滑りそう。滑る滑る滑る。どうすんのこれ。いけるか。 いけない、無理だ。いけ、無理だ。あー、やべ、カニが来る。わあ、難しい。発狂、あれ、小発狂させるとは。倒したカニはもういない。優しい。
ちょっとずつ進んでいけるな。あれ、そんなことない。あれ、うまいこと倒したのか。適当に投げていたボムが。よしよし。わ、カニ回転してる。わすごい、すごいことになったわ。奇跡的。何、赤いドアがある。カニ回転、ここ入るべきか。宝ある、200円。わ、寂しいとこ来た。ペンギンだ。敵かな。大丈夫か。きっと友達だよ。ほら、友達だ。初めての友達だ。え、うわ、箱人間や。予想外なんだけど、それは。ちょっと、箱人間が来るとは思わなかったわ。やられましたね、今のは。あ、ちょちょ、あー、もうダメだー。残りライフがラストなのか、もう一個あるのかわからない。ゼロまでいけるのかな。やばい、行き過ぎて、待って。あっ、倒せない、こいつ。あ、どうすんのこれ、どうすんの。うまい。箱なのか箱じゃないのかを判別する方法ってないのかな。どうすればいい、行き止まり。あー、どうすんのこれ。行き止まりです。あ、やめ。あ、するつねこ。どうすんの。しゃがめんじゃないか、もしかして。今更ですか、つねこさん。上から行かないといけないかな。上から行かないといけないのか。もう時間ないよ。下から行くしかないよ、もうこれ。上から行くの難しすぎるよ。2個ドアがある。こっちでもいいんだ。しゃがんで撃つと、これ基本テクニックだな、これは間違いなく。基本テクニックです。しゃがんで撃つと下方向、飛距離が短い。あれ？やっぱりプレイでしたね。これならクラゲも倒せんじゃないか。また水の中戻ってきちゃったんだけど。あ、待って。水の中ジャンプ力がすごい低い。また縛りプレイをしてしまったか。どうすんだこれ。怖い。よし、キリちゃん。本物のアトランティスの謎がもっとキリちゃんあるよ。アリの課長が苦戦したから知ってるんだ。アリの課長がキリちゃんできるわけないだろう。猫は最低なこと言ってるけど、あ、死んだ。危ない。あ、
時間がない、時間がない、早く行こう、早く行こう、早く行こう。あれ、開かない、なんで。開いて、早く。70来たよ、一気に。わあ。ゾンビまた来た。またゾンビっすか。パン。おや？しゃがんで入ることもできない。近っ。え？あぶね！ここ戻るしかないんじゃない？戻ったらどこ行くんだろう。21に来ちゃったわ。この扉からやり直せんの？200円。どうすればいいんだ。開いちゃった。壊せそうだな、この床。ここに入れることができたら壊せんじゃないか。危ない。にゃー。お、行ったか。な。なと言ってます。しゃがんで滑らないや。滑る足がないと無理だ。もう時間がない、時間がない、時間がない、時間がない。あ、やべ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 。です。時間が。こんなところで死にたくないんです。まずい、まずい。あ、はい、もう一発で切るしかねえ。一発で切るしかねえ。あいてかねえ。あ、まだ生きてる。優しい。優しい。優しい使用ありがとう。うまい。71。なんか新技術が必要なんじゃない？これいけんのかな？いけた！本家でも画面がいけるのは覚えてるから奥。蟻の課長のおかげで。蟻の課長のおかげだよ、これ。あ！嫌な予感がする。こう、下に落ちれるけど。あ！もしかしてこれ爆弾で。あ、ほらね、ほらね。ほらね。何？何やって？本当に100面あるのか、これ。大変なゲームだな。死に覚え。ヌード。何やで。オタク、ホットドッグ。特殊アイテムがある。グライド、無限アンモ。2分の1タイム。時間の変動が2分の1になるの。スニーク、ライト、ワンアップ。イージーでやろう、イージーで。イージーは15命があります。ゴーストボム。ゴーストボムを敵に投げて負傷させましょう。注意してください。あなたは自分自身を殺しすぎる可能性があります。一部の敵は数回攻撃する必要があります。免疫がある敵もいます。
ブロックを破壊することもできます。ドアが開きます。ゴーストホームが爆発するとき、固定の条件が満たされると試験が解除されます。アップレベル100に到達した後にノードに移動するとノードが表示されます。このレベルで全てのドアが見つかった場合、マップノードはゴールドになります。すげえ、これは何時間も遊べるゲームだな。おっと。エリア100に到達すると勝利です。お金はスカイ以上のものに役立つかもしれない。なんやて？フルスクリーンもできるのちょっとでかいな。やってみよう。フルスクリーンでいきましょう。でかすぎるかな。もうありえないぐらいでかくなったわ。いけるぜ。わ、全然違う雰囲気が。雰囲気全然違うよ。隠しドアがないか調べてみよう。危ない危ない危ない。なかった。こちら10円落とすのか。もうこれ慣れてるようなもんよ。全然違うよ今までの常子とは。ここスルーしちゃうもんね。時間ありますか？んにゃ？あ。なんもないのか。もう急いで戻んないと。お、おっと。ラララン。わお。わお。上に行くこともできるし、先に進む。危ない。ああ、戦い。ああ、ちょっと待って。違うんです。ライフがたくさんある。ヌルゲーマーのツネコにはぴったりと。上にアイテムあるよ。もしあのアイテムが強化アイテムだった場合、必須になんだよね。セール取りに行ってみよう。強化アイテムどこなんだ。うまい。100円。ミミックの時は開いた箱の形を言ったの。そういう。うまい。ヘッドショット。どうした入れるのか。もしやこれうまくやれば。時間がなくなる、時間がなくなる、時間がなくなる。ああ、倒してる暇ないんです。もう無視するしかねえ。よし、ハチに来た。あ、移動はしないんだ。ここ落ちても優しいのか優しくないのかわからんな。あ、ちょちょ、難しいんだよジャンプが。一個だけのジャンプができない。どうすればできんだ。勢いつけた状態で大小ジャンプをするしかないな。ここ、うまい。ひどい。まさかだよ。ポン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 。今だ。待ってくれよ。
待ってくれ、これちょっと難しすぎるんじゃないか。ちょっと、どうする？これはあかん。これランダムなんじゃないか、もしかして。そんなことないか。厳しい。出てる時間の方が明らかに短いもんね。もうやだ。すごい。嫌がっている。すごすぎるわこのゲーム。初期のファミコンのような理不尽な難易度を現代の何容量で再現したようなもんだよ。当時よりも容量多分すごいよこれ。出た瞬間にジャンプするべきなんじゃないか。もうこれどうしてこれ、ほらほら、タイミング分かりやすいね今回は。やったぞ。ファミコンってこんな感じなんだな。キャミコン、でもどうなんだろう。そんなキャミコンより難しい気がするんだけど。ファミコンより難しいよ絶対。こんなたくさんのスプライト出てこないもん、ファミコンには同時に。そんなの存在できない。やつ倒せないんだ絶対。あ、やめてください。あ、もう何を思って推しをこんな過酷なステージに放り込むのかすごいね、それは。そう考えるとすごいね。これ右に行った方がいいな。左は戻るよ。いや、右に行きたいな、これは。ちょっと待って、やめて。そうだ、こいつ左にスクロールした瞬間に右側出てくるんだ。油断してました。ラララララララ。できれば右に行きたい。背景の多重スクロールはファミコンじゃ絶対できないよね。右探索してみたい気もするけど、死にそうだな。とりあえず、ここ入るか。マックがある、すごい。マック来たよ、マック。あ、危ない。嘘だ。さすがに背景かなと思ったけど、危ない気もしたんだよ今一瞬の判断。アメリカだ。うん歩いた状態じゃないとハイジャンプにならないんだよこれ。歩いてないと超ジャンプなんだよ。これは恐ろしい。すごい、推しを車で引かせるってやばいよね。まだ右行けそうだけど諦め。え、来るのか車。おっと、どういうことだ、今のは序の口だったの。どうしてあ、でっかいマックだ。あ、マックいけるよこれ。当てられ方をするブツベアさんなのだろうか死んでるもんな、そもそもなんか幽霊キャラっぽいもん。死んでるんだよマックじゃない、ダブルだよこれ。バックだよ、バック。バック。よし、マックに行かせてくれ、バック。わ、落ちたら死ぬやつだ。でも優しいね。初期ファミコンのは本当に超ギリギリでジャンプしないとダメなやつなんだよ。これ、優しい。おっと。
ちょっと待って、隙間なくない？意味わかんなくない？止まれ、止まれ。落ちた時の挙動がわかんないよ、僕。高いとこから落ちた時の挙動が分かんなくてうまくいけない。じゃあもう先に進むべきか。いた、いた、いたよ。ははうわ、まだ進むのか、この地獄のステージ。なんだ、怪しい怪しいシンボルがある。まあ綺麗だな。うんこ来た、うんこ来た、うんこ来た。にゃー、どうすんのこれ。やだ、帰りたい。お尻うんこをぶつけるのか。やるか、鳥の糞感がある、すごい。でもなかなか当たんないんじゃない？うんこって。あ、やった。綺麗。なんでや。うわ、すごいラッキー。ゾンビが出た全開で、もう車はないなって思った。そんなことないね。最悪や。あ、早くない今の。もう。ゼロだよ。僕だけ無限残空にしてほしい。残機。本人がプレイするのかなこれ。本人プレイ。死んだー！本人がプレイするのを見たいや、僕。本人をチャンネル登録して、見るね。悔しい。こっからできないんかな？なんか14に、宝？もしか14に貴重な宝があるんじゃないこれ。14には貴重な宝があると見た。裏技でそのステージからできないんかな。ここまで行くの大変だよ。でも正直やりたいよね、今のルート。スネコはここまで極み込んだよ。戻す作業が、アリの課長は戻す作業をスタッフにやってもらったもんな。戻しの作業。戻し。仕様を把握しよう。落ちた時どうなる？落ちた時普通に自由落下。こんな感じで落下するから、さっきのとこジャンプしないで。落下すればちょうどいけたっぽいな。集めなくてもいいか。必要になったらにしよう。おんおん。倒すだけのステージがいかに楽だったということだよ。ラララララ、あっこ難しいとこじゃない。これうまい。これ死にすぎたんだよ前回は。まだ先ありそうなんだよね。今回は行かないっすけど、同じところ行こう。同じところ。理不尽一発で行ったよ。お金取りたいの山々だけど。取ってっか。ポリポリン。えらい。
この前一回覚えた。理不尽ステージは一回で攻略できるようにならないといけないんじゃないか。本来の難易度的には多分、残機が少ないよね、このゲーム。僕、イージーモードなんだよ、これ。実は。これ、イージーなんだぜ。イージー。うん。綺麗な顔してる。おっほ、綺麗な顔してるだろ。危ない!うっと。ラッキーだ。食うのか。14ステージね。14ステージに多分何かしらの箱があるから、それは取りたいよね。コーン畑、アメリカはコーン畑なのか。アメリカン入っちゃっていいかな。14来た。ここはすぐに行かずにやるか。反対側もある。宝箱は欲しいです、このステージで。あ、なんか来た。ちょっと待って、なんだこれ、なんだこれ。何取ったんですか今私は。あ、もうこれ以上左行けない。宝に入ってないんだ。何取ったかわからない。簡単だわこれ。何これ、宝っぽいな。ミミックがわかるのか。さっきの説明を見ておけば。し、ドキドキドキ。うん、さっきうんこが運よく来なかったけど、運なのではこれは。あ、先行けんのかなこれ。行けない。理解。あー、危ない。そうでした。ラララララ。お金が2倍になるやつか、これもしかして。一番いらなそうなやつじゃないか。いやー、ゾンビプラス、ゾンビと一緒に。車のコンボは無理だよ。当たらない。ほっとっ。よし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 。よし。なんかいる、なんか宇宙人がいる、なんか宇宙人がいる、なんか宇宙人がいる。なんもしてこない。こっから車が出てきたのか。怖いわ。なんだ?え?ライトが必要なの、これもしかして。このステージって。わっ!見える。これ本家でもあったんじゃなかったか。本家でうんこする時もいたような気がしたけど、そういや。イエーイ。僕の道来ちゃったな。お?ダメだ、こいつ一発じゃ死なない。助けて。ミイラ、こいつ死なないぞ。死んでるのか。取る島あるか。500円やっぱり倍になってんじゃないか。あれはミミックだな。ミックいます。あの水は大丈夫か。ミント水、
俺をミミック大丈夫？ドアだ。ピラミッド折れた。背景にあったピラミッドだったのか、さっきの。いけない。危ない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 。すごいな、このゲーム。なんでここまで作ってしまったのか。後ろを向くと追いかけてくるこいつ。ようやく理解しました。タカタンタカタカタン。あー、時間がなさそう。ヘビがいる。上なのか、上行けないのか。時間がない、時間がない、時間がない。もうジャンプして越えるしかねえ。あー、時間がないんです。ある。海賊船かこれ。ただ沈んだ場所か。22って行ったことあるんじゃない？違う、行ったことなかった。ミミックじゃない？戻るべきなんじゃない？タイムがやばい。安全に行こう。でもこう入るか。先に進むのもありだよな。悩ましい。あ、タラララン。ドキドキ。これ無限にお金稼げんじゃない？行ったり来たりすれば。横島のことを考えている。やべ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 。クラゲ怖い。幽霊クラゲってこと。ちゃんは幽霊キャラだし。幽霊キャラとは。ジャンプ力が低いから避けられないんだ、普通には。一回タイム戻しといてよかったね。危な。よし。ふふふ。ん？ここか。あ、雪。背景すごい綺麗だ。よく見ると綺麗。壊せないんかな。綺麗な背景、綺麗な背景。あれ、ここだな。な、おっと、上にゾンビが。あの箱でかくないか。偽物だ。本当か。一緒か。でかい気がする。でかいのはたくさん置かなんかある。あれが2倍になるやつか。こっちから行けないのか。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。本当に？出てる最中は当たり判定がないということを知ったから。ぬるげ。あう。
あれ、なんかしゃがむと箱になれる。あ、スニーキングができるってことか。しゃがんで移動できるんだ、隙間に。やべ、急がないと。しゃがみ移動ができるようになった。あ、なん、日本っぽいの。これ総武線じゃん。総武線だよ。総武線来たよ。あ、死んだのか、やったのか。総武線、正気に帰ってる。はーい、すごい並んでるね。わあ、赤い秋葉だ、秋葉だ。やっぱ総武線の秋葉だったんや。わあ、わあ、メイド喫茶ってこと。こう戻っちゃうかな。ちょっと先に進んでみよう。メイド喫茶なんじゃないか、行くべき場所は。メイドモバイルって書いてるよ。わあわあ、銀金金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 。メイドハウス、メイズハウスチンだよ。ってこと、95、もう900に近づいてるよ。わあ、ミントファントーム、ラブミント。すごい、ミントさんのための街だよ、これは。間違いなく。しゃがむと敵から身を隠せる。すごい。で、ゴースト。なんかいる。あいつ、根気して来そう。当たってもダメなのか、これ。あ、消えた。消えた。知ってるやつなん。いるの、本当の秋葉に。あれ、ジャンプしておけないといけないのか。倒せないよね。消えた。消してくるのか、ビッグクラッピー。消される。玉を消せる。ケバブだ、ケバブ屋さんだ。あ、そこにいるよ。急がん。やべ、ちょっとこれ死ぬんじゃない。頼む。よし、最高メイド。ここに行っていいのか。先を見てみるか。何もないか。帰るか。90、戻ったよ。戻っちゃったよ。KFP。KFP はキアラじゃないんか。ウォーマタラ。ウォー。たんたか。お、車来ないの、優しいね。末広町に、あ、97来た。末広町の方に行ったようなビル群になってきたな。あ、危ない危ない危ない、こっちじゃない。消されるよ。ちょっと、怖いよ、おっさん。おっさん怖い。ここでいいのか。あ、いるか。まあ、すぐ戻れるしね。93だよ。なんだこれ。この行き方は何なんだ。往復してよね、5ずつ。あ、うんこ、うんこ来た、うんこ。やばい。危ねえ。
秋葉王がある秋葉王JK JK タタタジェタなんだそれはポン99次94に戻って次100だなあとちょっとだぞあとちょっとやあと2回だメイドメイド秋葉の闇を前見たことがあるから中学生のメイド服を着た客引きがいたんだよ前それを物体から黒服の怪しい男たちが見てて警察が来たらメイドさんを引っ込ませていた中学生の違法ですね94怖いねそういうのがあるんだよ秋葉に怖い怖いよし。本当にここでいいのか ?100 か違う。いや、95? 二人並んでる。どっちに行けばいいんだ当たらん。クリアして終わるのか、これは。すねこい。危ない!なんだけわかりそうなゲッチュかゲッチュゲッチュゲッチュっていう看板ってあんであったよなそういやゲッチュほうまれサイゼリアじゃんこれではこれはあれかガチャガチャかパシャポンあちゃ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 おっさんに襲われたほうまりやほうまりやめめめめめめ。ネタが細かい。すごいね。メイドファントームさんの一番最初のトップページにある動画を見たら、秋葉のメイド喫茶に行った動画だったから。本物のメイドを体験しに行ったんだろうな、秋葉に。萌え萌えキュン。メイドさんがオムライスに絵を描いてくれるメイド喫茶には行ったことないや。長い足元まで足首あたりまであるクラシックタイプのメイドさんがなんか静かにお茶を入れてくれるところに行ったことがある96だよ90100は100いいねクラシカルメイドラララン会話なかったよメイドさんとあれ99に戻ってきたよなんでやケバブオタクはケバブが好きなの僕大好き私ですねまさしくくさ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 マートがあるファウナマートホロライブの毛も入ってんじゃないかこれAFP とファウナマート。あ、うわー6000円必要だって。でもこれあれか？スキンか？AFP はキアラだしな。このライブのお金がないよ。戻ってきてるよ。どうなってんのこれ。堂々巡りなんだけどもしかしておっさんをたくさん倒せってことひたすら行ったり来たりしながらおっさん10円にしかなんないかおっさんを2000体買う200体狩ると買えるね右行った方がいいかこれうんこ当たらないゾーン親父狩りするしかない親父狩りの男常にここ来たのかこっから来たのかこっち知ってるここ知ってるわ左行ってみよう
はい、どうも。ミスドーナッツだ。ミスドーナッツ。永遠にさまよいそう、これどうしよう。あ、縦に並んでるビルだ。どうすればいいんだ。6000円が必要な99。またどうすればいいんだ。99の端っこだ。こういうのめっちゃ苦手なんだよね。どこにでも行けるやつ。まぜ。入ってみるか。わからん。これ多分来たことがある、あれだな。前どっちから来たっけ。右は行ったことないところか。右から来て、ここから来たのか。どんどん進んでみよう。ここ空いてる。ちょっと前に来たばっかだよ、これ。ここは来たことないかも。なんかいる、なんかいる。なんかいるんだけど。なんかいるんだけど。誰？同じ事務所の人？事務所の方ですか？わあ、どっち行けばいいかわかんねえ。助けてくれー。助けてくれー。一発で見たい。開いてる。開いてるよ。変態ストレージ。さっきも見たけど、危険な名前だな、これ。さっきも見たのか。助けてくれー。助けてくれー。これずっとさまよいそう。取ったことあるぞ。6000円貯めないといけないのかね、やっぱり。あんだけ取っていけば。人間が来ば変だよ。甘い愛。シャッター開かないかな。戻っちゃうぞこれ。かなり戻っちゃった。あそこは一本道だった。右に行こう。この道調査したことがない気がする。いや、これ右から左に来た記憶がある。からん、さっき取ってないやつ買ったんじゃない。ちょっと出さして。ここ知ってる。あーん、助けてー。取ってる。はっ、上にいんのはあれだな。バウバウする2人だ。バウ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 。ここ入った。ここから出てきて右に行ったことがあるのか。もうわからん。もしかしたら右に行こう。一回戻ります。今時間を戻すために来たんです。6000円貯めるしかなかったんだよ。最初からおっさんを借りまくるしかなかったね。
さん、おっさん。あうち。フリードム。あと130人、130人となります。一回入って戻ろう。たか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 ん。頑張れ。頑張ります。本当あそこはただスキンを変えるだけだと思うから違う気がすんだよね。ミントバーガー初めてじゃない？結構初めて見る場所が意外にあるんだよね、これ。あれ？行き止まりだ。なんかあるに違いない。なんもない。あ、ちょ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 、おっ、プロ。実は行けたらどうする？タカタタタタタタ。わからん。わからん。助けてくれ。助けてくれ。取ったことない。100円。99、別に戻る格好に。記録しといてちょっと歩こう。困ったらここに戻っていきます。取った、来たことあるわ。帰ります。来たことあるのにあそこ取ったことなかったんだね。すぐ右にある宝箱、これか。次左の宝箱どうして。取ってない。初めての場所だ。この場所はテンション上がるな。97は来たことあるよ。全部来たことあるよな。100以外は。あと100体のおっさん。行く、まず右行くか。来たことない。そこ大好物。そもそも6000円必要なとこってどこにあったのかすら分かんなくなったわ。謎ですね。取ったことあるよ。ここに入ってここから出て右に行ったことがあるのかな、かつて。なる。じゃあ一回戻るか。もうここまで来たことがあるんだから。ここ知ってる、この人知ってる。タラララ。意外にあってちょっとの予感がしてきた。いや、これ左に行くんだっけ。今の場所を左に行ってみるんだ。うんこ来た。実はうんこに当たるとダメージを受けるんじゃなく金運がアップだったらどうする。フリリー違うか。読めなかった。見たことあるメイドミント。違うか。
400円だ。あ、はいはい、これゴールじゃない？これゴールの予感がしてきた。これ多分ゴールだよ。6000円あったらたまるのにな。わー、多分ゴール。100来たわ。来てしまったわ。わあ、やめた方が良かった。6000貯めたかったよね。でも6000貯める？五道さんがいる。五道さんが知ってるの？わあわあ、みんなファンなんで。これファンか、ファンのイラストか。あー、やめ、ちょっと待って、何をしてるんだ。つる子、もうちょ、サラリーマンを買って6000貯めるべきだったかな。悩ましいね。1アップがあるよ。1アップ取ろうとしたのに。5610円。イエーイ！駅取るんかな。駅を取ったの。上に1アップがあったんです。なんだこの上のもの。何も選べなかった。あれ？なんか特定のアイテムを取ると何かできんのかな。うわー！戻ってしまった。ゴールドは全部、あ、埋めたとこって言ったもんね。うわ、すげえ！秋葉の路地になってんのこれ、もしかして。99だけ。99、95。パーフェクトじゃない。面白。すげえな、このゲーム。すごい。すごすぎ。赤はゴールしたルートか、多分。ほうほう。あ、間違えた。違いました。スニークだったの。最初、1回取ったよな。2回取ったのか。同じやつが何個もあるのか。グライド。1回死ぬと消えるってやばいね、これしかし。死んでも消えないでほしい。ハードコアは3期0で、ワンナップもありません。やばい。いや、これは面白かったわ。すげえ。まだ全然行ってないところがあるんだよ。ここ行ってない。日本庭園っぽい。やぶ、竹やぶ。わ、これもうあれじゃん、やばいじゃん。見えてないや。恐ろしい難易度だった。恐ろしかった。落ちたら死ぬよ、この竹のトラップ。行ってない。ここも行ってない。綺麗な場所。ここも行ってない。竹、何これ。何者が作ったの。何者が作ったのと言ってる。すごすぎるよ。いろんな国があるな。すごいね。面白かった。めちゃくちゃ。